ジョイフル・キッチンジロー株式会社キッチンジローは、東京都の山手線県内エリアを中心に、洋食レストラン、キッチンジロー等をチェーン展開する、ジョイフルグループの企業である。1964年、小林二郎が東京都千代田区神田神保町にて、自身の名前を店名に採用した、キッチンジローを創業。創業当時より、都心のサラリーマン、学生をターゲットとし、 都心部でのイートインデリバリーテイクアウトでのハンバーグ、ホタテクリームコロッケ唐揚げなどの定番人気メニューを中心として扱った定食メニューを得意としたレストランを運営。オフィス街でのデリバリー配達は小回りの利く自転車を使い、広範囲の配送エリアを届けているだが、現在はオートバイも使用している。自社柏工場でハンバーグ用アイビッキを製造し、店舗へ配送。 店のコックがパティに成形しながら空気抜きの仕上げし注文を受けてからをパン粉をつけてあげる。最盛期の1996年には直営店27店舗、フランチャイズ店27店舗の規模であったが、その後店舗数を減少させた。2018年2月に九州地方を中心にファミリーレストランジョイフルをチェーン展開する株式会社ジョイフルの子会社となった。 同年10月に新虎の門店を昼は洋食レストラン、キッチン二郎、夜はバル、ほろよい二郎として営業する二毛作業体にリニューアル。2019年2月には同業態の芝大門店、6月に渋谷店を出店しており、今後この業態への転換を進めていく方針である。2020年9月3日、洋食レストラン、 キッチンジローの15店舗中13店舗を30日に閉店すると発表した。9月30日で閉店する店舗は、南神保町店、西木町店、神田加治町店、外神田店、ニュー新橋店、新虎の門店、シーワンス浜松町店、芝大門店、アトレビスガモ店、渋谷店、深川ギャザリア店、ペディシオドメ店、OBP ツイン21店。 残りの2店舗である球団下店、中野島フェスティバルプラザ店は10月以降も営業を続ける。ありがとうございます。